ずっとあのコードさんに小山って呼ばれてるんですけど、小山、実は小山と言います。どうぞよろしくお願いします。さて、それではこう、まあ、こんな大勢の前で話すのは結構生まれて初めてなんですけど、実際ちょっと自己紹介をさせていただきたいと思います。さて、自己紹介の目次なんですけれども、1から3に関して小山智樹とは現在の生活、そして僕の趣味について、ここはもう完全に自己紹介の感じなんですね。で、4番目にその先ほど挙げられました田中伸介さんから与えられました課題図書 A 政治ですが、それが何かについて語りたいと思います。それでは第1小山智樹と、僕は平成8年の2月1日に宮崎県で生まれました。で、3人兄弟の家なんですね。まあ、そうですね、僕の兄弟、あの兄と弟いるんですけど、まあ、母親がいて、父親がいて、兄がいて、僕がいて、弟がいるということは、ものすごくむさ苦しい家庭で育ちました。それから僕は今、西南学院大学の1年生で法学部法律学科に所属しております。で、親が転勤族なんですね。この転勤族の部分についてちょっと話したいと思います。僕の来歴なんですけれども、生まれたのは宮崎で、その後すぐに鹿児島へ引っ越しました。で、鹿児島へ越した後、小学校へ上がると同時に島根県へ移りまして、で、小学生の頃にもう一度北九州に転校しましてですね、で、また小学生の間になんですけれども、再び大野城市に転校して、今はここに落ち着いております。さて、続いて現在の僕の生活についてお話ししたいと思います。先ほど申しましたように、僕は今、西南学院大学の法学部法律学科に所属しておりまして、まあ、特に授業をサボるとかそういったことはないので、今のところ単位を落としてないです。で、それからサークルに2つ所属しておりまして、1つが映画研究部で、もう一つが第二国家試験準備室というサークルです。部についてはなんとなくイメージつくと思うんですけども、特に社についてこれは何のこっちゃと皆さんお思いだと思いますので、そのあたりについて説明したいと思います。はい、まずは映画研究部について、遊びサークル以上です。ただただ学祭に参加して遊んで酒を飲んでバイバイ騒いでる、そのサークルです。で、僕がそうですね、どっちかっていうと重きを置いているのは第二国家試験準備室というサークルの方でございまして、このサークルというのは司法試験や公務員試験の合格を目指した人たちが集まるサークルです。で、このサークルは定員が14名でありまして、でも希望者結構多いので、やはりそこは能力とは判断して、まあ、希望者をある程度限定してということで、まあ、入試試験を作って、それに合格した人たちが集まるサークルとなっております。ちなみに今年の問題作成は僕が担当しております。で、メインの活動なんですけれども、週に2回、2年生が1年生に法律に関する事柄を教えています。さて、続いて僕の趣味について、実際ここが僕一番語りたいところなんですね。暇の時は大体筋トレをしておりまして、まあ、体がなまるといけないのでね。それから電車の中との移動では大体こんな感じで、まあ、CM でもやっております、テンストローをずっとしております。正月に100円だけ課金しました、僕の勝手です。それから大体趣味はミリタリー系に偏ってるんですけれども、この FPS とサバイバルゲームについて、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、多分多くの方が知らないと思うので、そこについて説明したいと思います。さて、 FPS についてなんですけれども、ファーストパーソンシューターで、まあ、要するに人の視点で銃を撃ちまくって敵を倒すゲームのことですね。僕はこのゲームにちょうど去年の1月の頃にハマってしまいまして、それから2ヶ月の間で合計240時間プレイしました。まあ、1日大体4時間ずっとこのゲームに費やしてたわけですね。1日の6分の1です。続いてサバイバルゲームについてなんですけれども、先ほどの FPS というのはあくまでゲームの中で撃ち合うんですね。今度はもうそんなゲームなんか取っ払っちゃって、実際にエアガンとか持って撃ち合っちゃおうっていう、そういう、まあ、若干スポーツ化したゲームがサバイバルゲームであります。で、まあ、サバイバルゲームにはそのエアガンとかいろいろ装備が必要でございまして、僕は中学生の頃からちょいちょい買ってたんですけど、総額で10万このサバイバルゲームに費やしました。さて、続いてですね、先ほど渡辺君も話してたんですけれども、 A 政治ですがそれが何かという本について、僕は政治と嘘というトピックについて取り上げました。政治といえばこの本では 4K が挙げられています。暗くて汚い、金がかかる、偏っている、自分には関係ないから、まあ皆さんも多少ないからこういうイメージあると思うんですけど、ちょっと僕こういう画像めっちゃ大好きなんですけど、ま
甘くなくて汚いとか、特にこういう部分に関してはやっぱ嘘がつきものだと思うんですね。で、まあ、嘘について取り上げたいんですけれども、その前に政治家と市民の違いについて。政治家というのは国、県、市といった、まあ、どちらかというと市民に比べて大規模なものを運営しています。で、市民、まあ、僕らはそんなものにはあまり関係することは、まあ、投票とかあるんですけども、直接運営にかかることはほとんどなくて、まあ、大体携わるとしても企業の運営とか、それから家族の、まあ、円滑なコミュニケーションですとか、そういう小規模のものしか使わないんですよ。ということは当然異なった判断基準というか、まあ、倫理観とかも必要になってくるわけなんです。そもそも嘘とは何でしょう。嘘っていうのは事実と異なることを言うことです。当たり前ですね。その中でも僕は2つの嘘があると思っています。1つは必然的な嘘、2つ目は結果的な嘘です。この2つの嘘についてもこれだけじゃわからないので、ちょっと説明したいと思います。まず必然的嘘について。これは事前に嘘だと分かっていてつく嘘のことです。例えばですね、福岡市が借金をしているという事実の隠匿を挙げておりますが、そうですね、福岡市が借金をしているという事実を知っているのであれば、それを公表してしまえばいい。借金なんてしてないなんて嘘をつかなければ、物理的には簡単に防ぐことができますよね。でもう一つの嘘です。結果的嘘。これはまだはっきりしてないことに関して何か言って、それが結果的に間違ったことになってしまったと。まあ、例としてマニフェストですとか国会での予算とか挙げてますけど、例えばマニフェストでしたらこういうことをしますって約束しても、何らか不測の事態が発生してそれが達成できないということはやっぱりあると思うんですね。こういったことはやはり物理的に防ぐことは不可能だと思います。さて、必然的嘘についてですけれども、確かに正直に言うこともできます。嘘じゃなくて本当のこと言うことだってできます。でも例えば外部に漏れるとまずい情報に関して、これ全部正直に言っていいんでしょうかね。国防に関することでしたら、そうですよ、すいません、例えば国防に関することとかでしたら、海外にバレて日本に何かしら害を加えるような、そういうことを助長してしまう可能性も考えられると思うんです。でもう一つですね、結果的嘘。これそもそも物理的に防ぎようがないんですよ。ですから例えば未来のことに関してどんなに慎重に予測したとしても、やはり予想が外れてしまうことはあると思うんですよね。つまり何が言いたいかっていうと、嘘は絶対に避けられないということです。では政治家が嘘を言ってしまった場合、政治家はどうすればいいのか。これは周りに責任をなすりつけるとか言い訳でごまかすんじゃなくて、ちゃんとその嘘になってしまった理由についてきちんと説明すべきだと思うんですよね。それから市民の方は、ただこいつが嘘をついた、こいつは正しいことを言ってないと闇雲に非難するんじゃなくて、なんでその人が嘘をついてしまったのか、またその人の言ったことが結果的に嘘になってしまったことについてきちんと説明を受けて、自分なりに考えて、それから判断すべきだと思うんです。明らかに悪意のある嘘をついていたのであれば、それはもちろん非難してもいいし、懸念しろとか言っていいかもしれません。でもその嘘が例えば政治が悪くなくて、また別の要因であったとしたら、それは政治家を責めるんじゃなくて、そのこと、その人が結果的に嘘を言ってしまったことについてもある程度許容してあげることは必要だと思うんですね。ちょっと締まらなかったかもしれませんけど、これが僕の言いたかったことです。ご清聴ありがとうございました。